はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、本日も、えー、YouTuber の、金の盾て YouTuber の収益がどれぐらいあるのかっていう、これの企画をやっていきます。はい。えー、っとですね。えー、まず、i、ア g a m e s ですか。aiGames っていうチャンネル紹介しておくわけですけども。えー、っとね、どっちだったかな ?iChannel かな ?iGames かどっちかで、その、令和の、 あの言語予測みたいな本当に企画がかぶってしまって同じ日に出したのかな私決してパクってないんだけどねだってそういう動画を出しますっていうの番宣をさその前の動画とかずっとやってたからこれパクリじゃないんだけどなんかね本当にタイミングが合っちゃってねえまあでもネタをパクったわけじゃないけど別にまあどっちでもいいですけどもね 大体ね、こういうことになったら、もう、その、チャンネル登録者が多い人のパクったっちゅうぐらい、これもなっちゃうんでね、まあ、しょうがないですけどもね。とりあえず、一言ここで言っとこうかなと思いまして、はい、えー、っと、始めていきます。えー、っとね、確かね、i チャンネルを紹介したのがね、4ヶ月前、5ヶ月前。うん。もう、それぐらいになるんですよ。 だからもうこの企画ね、本当長くて、もう今月中に全部終わらしたいなっていうぐらいに思ってますけどもね、まあ、ちょっとペースも上げてるんですけどもね、えー、まあでももう終わるんじゃないですか、5ページ目ももう、あのー、終わりかけてるし、で、私がこの、えー、っと企画始めたときは6ページ目全部埋,埋まってなかったので、今5ページ目終わりかけてるんでしょ。 まあ、6ページ目も、えー、そうですね。本当は6ページ目全部埋まってなかったんだけどね。えー、と、本題に入っていきます。えー、っとですね。まあ、とりあえず紹介っていうか、私このチャンネル知ってるんでね、あやっぱこの企画やってさ、私もこんだけ金の盾 YouTuber のーチャンネルはこんだけ、金の盾だけでもこんだけ支持されてるチャンネルだけでもこんだけあるんだなと思って。 全然知らなかったですからね、YouTube 時代ね。だから YouTube の、なんだろう。私が紹介してるのはトップだけでしょ。だから YouTube って本当に世界がね、どう言ったらいいんだろう。まあまあ、サバのね、中の世界なんだけど、こんなに広がってるサイトもないよね。まあ、あの、ちょっと話、脱線しましたけども。えっと、まあ、ちょっと紹介します。 ゲーム実況をメインに配信する AI ゲームズを作りました。よかったらチャンネル登録と合わせてちゃんえあメインチャンネルと合わせてかチャンネル登録してください。これ,これも右京地の右京地さんのあれですよね。そう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 言うの忘れてた。あのね、昔から右京地さんみたいないう人いたんだよね。この人も声優さんですか で、その、要は、その、コンピューターが進化して、こういう、まあ、バーチャルっていうか、プライバシーとかさらさずにね、こういうことができるような時代になって、で、まあ、声だけ載せて、まあ、こういうバーチャル YouTuber っていう、そういうジャンルっていうのも生まれたわけですけどもね、まあ、昔からでもありましたよね、うん。あの、萌え声の人とかね、昔から言ったと思うよ、ウケッチさんとか。えっ、ー、と、2019年5月15日リリース決定。 アルバムが出るあ、アルバムが出るんだね。なこない、こないだ歌ってたのもあるシングルでしょ一曲でしょああ、そういうことか。5月15日にリリースするらしいんで、皆さん買ってください。<laughs> えっと、なんでそこそんな、私が宣伝しても意味ないんだよね。宣伝するのはいいけど <laughs>。えーっと、A チャンネルでは字幕の作成にご協力している方を募集しています。 その言語でも大,大歓迎ですご協力よろしくお願いしますということですね。まあ、あとはもうチャンネルの紹介とかですか。まあね、あの、動画出そうか。最近は見てないかな。最近見てないね。あ今日はテトリスですか。えー、と、まあ、もう更新の毎日ですよね。まあ,あの、i チャンネルもあるみたいですしね。まあ、いろいろやってるんですけど。このサモネも,、ね、も結構凝ってるなと思う。本当に。 なんかこうヒゲ生やしたりとかさいろいろ見たけどサモネイルって何でしょうねそれ専用に作ってるんじゃないのだって普通にこういうあ,あそっか何ていうのこう加工してるのか写真をうんまあこんな感じですよねうんこう帽子かぶったりとか加工してるんだろうなでも結構凝ってるなと思ってさすが あのバーチャルなと思いましたけども、ね、あのね、私が一言で紹介するとおすすめなんですよね、おすすめ。で、あ、そうだ、言うの忘れてたな。あの、このチャンネルちょっと紹介するのが憂鬱でね、1億再生いってないのってこのチャンネルだけだったんかな。で、このチャンネル、まあ、紹介するときにもギリギリ1億再生を超えててね、まあ、良かったなと思って、1億再生この人だけ超えてなかったんですよ。だからそれだけ浅いっていうことですね。あのね、一言で紹介するとね、 まあ、歌える、歌えるも言ってたけど、ゲーム下手なんだよ。ウキ世ウチさんと違って。ウキ世ウチさんめちゃくちゃうまいでしょ。で、ゲームとか多分しない人なんかす、まあちょっとす触りにするぐらいのレベルで,で。ゲームはやっぱりね、その、まあ好きじゃないって好きだっていっぱいやるでしょ。まあ好き嫌いは置いといて、全然上手くないんだよね。 で全然うまくないから。例えば、バイオハザードでも何でも。ま、まあ、バイオハザードとかやったらね、まあそういう風になるっていうのはわかるけど。いろんなゲームしてさ、こう、なんだよ、下手くそすぎて、こう、<laughs> 発狂するんだよね。そう。ほんで、巣が見えるのよ。アイちゃんの。そういう、なんていうか、作ってる、ああ、これも見た。あ、これも別にそんな大したことなかったな。に発狂はしてなかったし。あのね、あの、 ちゃあのー、ゲーム難しいゲームとかやったらそのクリアできなくてもこう <laughs> そのはっきりして素が見えちゃうんですよねやっぱりやっぱそこら辺がね i チャンネルみたいにこう何ていう萌え声を出してさ作ってるキャラよりも素が見えるこの AI ゲームズですかそのチャンネルの方は私はおすすめだと思いますにほら 登録者数が物語ってるでしょ、こんな。ならない、ならない。ゲームやりましたって言っても、ならない、ならない。女の子がゲームやりましたって言っても、まあ、ならないよ。今日日1万再生とか、1万、10万とか、まあ、それがほんと限度。まあ、ならない、ならない。ね。えー、っと、まあ、早速本題に入っていきます。プチッ。あ、画面も、えー、っと、全然。 カメラが正常です前の方でですすのもいいですえっとね、一つ、あ、そっか、あの、このサイトで、この AI ゲームズ、出てこなかったですね。だから、このサイトも出てこなかったんで、あの、まあ、私、いろんなことをね、この仕事っていうか、まあ、YouTube でこういう企画をやってるんで、まあ、いろんな調べ方であの調べたんですけども、だから、 この AI ゲームズを調べたの私だけかなとかも思ってるんですけどもね多分見たことないかもわかんないですねすんなりあの,あの調べて出てこないよっていうことですけどもえーっとまぁさっそく行きましょうえー、アップロードがそのあほとんど見られてないからね私のこと <laughs> あの会話なんか誰も <laughs> 聞いていええ、ね、<laughs> だいた大体ここら辺まで飛んでるんでしょうもんね多分もうさ 再生して2、3秒でここら辺まで来てると思うんですけどね。えー、アップロードが496本で、まあ結構上げてますよね。2017年で、ね、496本で上げてる上げてる。えっ、ー、と、登録者数がこ、ものすごいね、サムネから何から凝ってるからね。えっ、ー、と、登録者数が1約0 0 0万、十0万、100万、132万人ですね。あ、やったこれ1億再生超えたんですよ。本当にね、100点何分だったからね。ちょっと前まで98とかだったかな。98とかで。 本当に、ここ1週間で超えたぐらいだと思いますよ。なんかね、1億再生、あれでなかったら、ちょっとなんかかっこつかないなとかね、自分的に思ってたんですけどもね、まあ人のチャンネルは関係ないですけど、えっ、ー、と、再生数1億千0 0万、10万、100万、1000万、1億再生ですね。だから、1億、えー、1億数千、これが100万再生か。でも100万再生って、え 要は、1ヶ月じゃない一1週間がそこらで行ってるっていうことでしょいや。伸び率はすごいと思いますけどね。国が日本の、まあ、ゲームズですよね、チャンネル。で、2017年の、まあ、3月ですかあ,あ、当たった <laughs>、まあ、当たり前だけど、なんだけどね。中学生全部わかるんだけど。3月14日っていうかですね。グレードが B の、えー、と、登録者数が全世界ランキング8476位。あ,あ、ビデオランキュはに 二万九千まあ3万円、三万、三万いいっていうことですか。あの、ランキング3万ぐらいですね。まあまあそんなもんだと思います。まだちょっと再生するのはこれからですね。まだ全然、去年の、去年のっていうか17年,年でしょ。今年は2019年ですけど、まあまあこれからですね。えー、っと、そして、これなんかわからないです。え ゼロということですね。<laughs> はい。はい、ゼロです。なんか文句あるのか。<laughs> ゼロって書いてるからゼロだろう。えー、っと、みんなゼロっていうのは信用しないんだよね。100とか200とかだったら信用するのに。それもおかしな話で。えー、っと、これが最後の30日間に増えた登録者数ですね。3万人ぐらい増えてて、先月はもっと4万5千人ぐらい増えたっていうことか えっと、月収ですけども、えっと、これが1000だから、まあ、1万7000ドルっていうことは、170万ですか最低でも、これ千だから、まあ、1000ドル、1000ドル、10万、10万から、何万でしたっけ ?100 万、170万か、っていうことですね。えーっと、これもう単位分かってきたな。これ2000万ですね。2000万。まあ、チャンネル2つとも金持ってるの。だからね、金の盾って、例えば、 金の盾のチャンネルって130人いるとしても例えばヒカキン3つ持ってるはじめしゃちょーも3つ持ってるでしょでカズさんも2つ持ってるっていうか結構2つ持ちの人とか多いんだよね結構ね真くんも2つ持ってるしうーん2つ持ち正規も2つかなもうちょっとしたら出てくるけどだから賞味例えば130チャンネルあっても 130, 130人があの金の盾っていうわけじゃないんですよね 13K っていうことはえこれ1000だからまあ1万3000ドル1万3000ドルっていうことはえ130万からまあ2000万ってとこですかね全然悪くないんじゃないですか悪くはないですよねゲームあゲーム専門の人が行くけどうんどうなんだろうねまた見せ方が違うと思う、うん、と思うけどね えっと、44からいこれは、えー、1日、だから、例えばこれ、まあ7万、七万円ですか ?40 だから、4000から7万ぐらいの間っていうことですね。うん、まあでも、悪くはないですよね。ああ、これ、なんか、これ、ジャニーで1月ですよね。だ去年の1月か ?1 月か12月、1月だな、やっぱり。1月ぐらいに、 なんか、とんでもなくフィーバーして、で、まあまあまあ、それなりに落ち着いてきてって感じですかね。えー、っと、これが、これが登録者数ですか。あ登録者数もちょっと落ちていましたよね。でも、再生回数全然落ちてないじゃん。まあ、これからのチャンネルと思います。えー、っとですね。次、誰しようか。次、誰しよう。 えっと次ねあの音楽やってる方かあとんだろう韓国,韓国の方の AMSR かまあまあいっぱいありますけどねあとケミ,オケミオ君とかも出てきますしあとはまあまあそうですね「新年末デー」とかっていう3つ大きいチャンネルが残ってて。 このチャンネルが本当にすごいんだけども、まあ、その3つのチャンネルの1つ,1つですね。まあ言,言っておきましょうか。えー、っと、シネマトゥデイというチャンネルと、あとグッチチャンネルと、レオンチャンネルというのは、これはもうあのまだ紹介してないあの、もうビッグ3ですよね。大きいチャンネルです。はい、以上になります。